皆さんこんにちは、コツバです。今回のコツバチャンネルの題名はこちら、世代交代、徳川家臣団、新生徳川家臣団で大阪を攻める、大阪冬の陣参戦武将。ということで、今回のコツバチャンネルは大阪冬の陣に出陣した徳川家の武将たちを紹介していきたいと思います。1600年の関ヶ原の戦いは、家康に三河時代から付き従っていた重臣たちの集大成の場となっておりまして、関ヶ原の戦いの本戦や第二次上田合戦、伏見城の戦いでは主だった将たちの名前があることがわかります。そしてそこから14年経過し、徳川家臣たちの世代交代が進んでいくことになります。そして宝光寺証明事件や豊臣家の浪人の雇い入れなどもあり、豊臣家と徳川家の関係が悪化し、戦いに向かうことになります。この豊臣家との戦いには約20万もの兵が集結することになります。そして今回その軍を構成する将たちを紹介していきたいと思います。そしてさらには誰の後継者かについても触れていきたいと思います。まずは大御所徳川家康、二代目征夷大将軍徳川秀忠。徳川家康の集大成となる大阪の陣、すでに1603年に征夷大将軍に就任しますが、1605年に将軍の座を秀忠に譲り、これからの世は徳川が治めていくことを世に知らしめることになります。そして秀忠はこの大阪冬の陣に際して約6万の兵を率いて江戸を出発しますが、その道中の行軍スピードは相当なもので、家康からゆっくり進むように諭されますが、結果的に2週間余りで近江まで進んでいます。これも1600年の関ヶ原の戦いへの持参があったゆえの秀忠なりの決意だったのかもしれません。そして大阪城を取り囲んだ際には、家康は大阪城から南に約5キロ離れた茶臼山、現在の天王寺公園に本陣を置くことになります。それに対して秀忠は茶臼山より東側にある岡山に本陣を構えることになります。続いては新時代の徳川家を背負っていく徳川一門で大阪冬の陣に出陣した面々を紹介したいと思います。本来であればこの大阪冬の陣、存命であればちょうど油が乗り切っている年齢であった兄が出陣しているはずですが、すでにこの世にはおらず、彼らが徳川家一門枠としての出陣となるわけです。もし1615年に兄松平忠義が生きていれば36歳となります。今回はこの3名が一門としての出陣となります。1人目は尾張徳川家、徳川権大納言義直。1600年生まれの義直は家康の九男として生まれ、この大阪冬の陣が初陣となる人物で、尾張徳川家の祖となる人物です。4歳の時に甲斐甲府25万石を与えられ、徳川家で家康を長きにわたり支えた平岩親吉が義直の守役となり、以降支えていくことになります。そして兄の忠義亡き後はその医療の尾張清須に入り、その後に名古屋に移ることになります。そして1614年に15歳の時に大阪冬の陣が勃発することになり、天王寺に布陣、そしてこの時初陣を迎えることとなります。そしてこの3年前の1612年に守役でお付家老の平岩親吉は家康よりも早くこの世を去っています。それにより義直はお付家老の成瀬正成、竹の輿正信、そして長きにわたり徳川家を支える渡辺守綱を引き連れての参戦となります。せっかくなので、そのお付家老の3名もここで紹介したいと思います。成瀬早殿上正成、徳川家中切手の切れ者で、あの豊臣秀吉も欲しがったという逸話も残っている重臣となります。尾張藩お付家老にして家康のそばで駿府年寄りとしても活躍し、駿府での家康の大御所政治において重きをなすことになります。この大阪の陣の後には1617年に犬山3万石を与えられ、以降成瀬家は犬山城主としてお付家老として尾張徳川家を支えていくことになります。1625年に亡くなることにはなりますが、遺骨は日光の家康廟の近くに埋葬されることとなります。続いて竹の輿山城守正信。正信は1591年生まれとなり、この頃の徳川家中では新世代の人物となります。この正信は他の徳川家臣たちとは一線を画す出となっています。それはどういうことかというと、尾張徳川家徳川義直の義父系という奇跡的な立場となります。母は義直と同じ岡目の方となり、父は竹の輿正時で、竹の輿正時は岡目の方と後に死別し、石川光元に裁可しますが、最終的に家康の側室となり、創生した兄千千代と義直を産むことになります。尾張徳川家当主の義父系という特殊なポジションとなり、家康から1601年に甲斐の国に5000石、そして駿府城で家康の大御所政治のもと政務に関わることとなります。そして義直が尾張に移ると5000石を加増され、計1万石を領することとなります。
この時17歳となります。大阪冬の陣の際は25歳となっています。家康にとっても側室の前夫との子供にあたりますが、おかめの方の子供ということで特別な存在となりますが、何よりも資質を見出すことに長けた家康の目に留まるような存在であったことは間違いなく、この竹の子家もお付け家老として尾張徳川家を支えていくことになります。最終的には3万石まで加増され、今尾陣屋を本拠としています。続いて義直付きでは次が最後の紹介となります。世代交代は少し先になりますが、老将ながらこの大阪冬の陣に参戦。渡辺半蔵守綱、そして嫡男渡辺重綱。1542年生まれで家康より1歳年上の守綱。三河一向一揆で家康に背いたのは遠い過去の話となり、この大阪冬の陣の際は74歳となります。同世代や少し下の世代で徳川家を押し上げ続けた重臣たちはすでにこの世にはなく、もう本多正信くらいしかいないほど時が進んでいることになります。この守綱も家康より徳川義直のお付け家老として三河、尾張、武蔵で計1万4000石を領し、寺部城を与えられています。この時後継ぎの重綱もすでに42歳となり、同じく義直に属しておりまして、この大阪冬の陣には親子での出陣となります。そして1620年まで父守綱は生きており、その後に家督を継ぐことになり、その後も尾張藩を支えていくこととなります。続いてまた徳川一門に戻りましょう。家康の実子でこの人物も参戦することとなります。後の紀伊徳川家となる徳川権大納言頼信、家康の十男として生まれておりまして、義直の弟となります。この時すでに駿府50万石を領する大名となり、まだ和歌山には移っていない状態となります。家康の手元に置かれ育てられ、帝王学を授けられることとなります。この大阪冬の陣が頼信にとっては初陣となりますが、この時家康自ら愚族始めの儀式を取り仕切っています。そして頼信は義直同様天王寺に布陣することとなります。この時にはお付け家老の安藤直次、水野重仲もこれに従うこととなります。ここで2人のお付け家老も紹介したいと思います。安藤立脇戦場直次、1555年生まれとなり、どちらかというと世代交代前の世代に属しますが、江戸時代初期においても紀伊徳川家のお付け家老として重責を担うこととなります。安藤家も本多平八郎家に似ている部分があります。それはこの直次の父元吉は三方ヶ原の戦いで討ち死にしておりまして、その父も織田家との戦いで討ち死にしており、松平家徳川家のために命を懸けて戦ってきている経緯を持つ家系となります。家康側近として駿府年寄りとして大御所政治の一角を担っていくこととなります。1610年には徳川頼信のお付け家老となり、大阪冬の陣にも参戦し、頼信の代わりに軍を率いることとなります。1619年に頼信が秀忠の命で和歌山に移った際には、この直次も紀伊の国に入り、田辺城3万8000石を与えられ、引き続き頼信を支えていくこととなります。そしてこの頼信も直次の存在をことのほか信頼していたと言われています。続いてもう一人の頼信お付け家老、水野対馬守重仲。巨大一族水野家に生まれた重仲、父は水野忠明で、この忠明は水野信元や於大の方の弟ということになりまして、家康とはいとこの間柄となります。家康より頼信のお付け家老を命じられ、先ほどの安藤直次と共に頼信を支えていくこととなります。大阪冬の陣では初陣の頼信と共に大阪城の包囲に加わることとなります。続いても徳川一門で大阪の陣で爪痕を残すことになるこの人物、松平左近衛権の中将忠直。この家系は関ヶ原の戦いと大阪の陣では大きな世代交代を迎えています。父は結城秀康となり、この忠直は父が1607年に病死すると家督を相続することとなります。北の庄68万石を父より継承しますが、個性の強い家臣たちの間で対立が起き、越前騒動に発展。結果的に本多富正、本多成重がこの大半の経営を行っていくこととなります。この本多伊豆守富正、本多飛騨守成重はすでに世代交代が完了している本多家一族となります。富正の父重富は松平信康事件を機に閉居することになり、叔父の作左衛門重次の下で養育され、結城秀康に仕えることになり、この越前松平家と共に生きる人生となります。そしてこの家系は本多蔵之介家として続いていくこととなります。本多飛騨守成重は父は本多作左衛門重次となり、母は鳥居家の娘となりまして、成重は鳥居元忠の甥にあたる人物です。越前騒動の後にお付け家老として幕府より派遣され、後には丸岡藩4万6000石を別に与えられ、大名に列することとなります。忠直と両本多家は折り合いが悪かったと言われておりますが、この大阪冬の陣には出陣することとなります。
大阪城の南側に布陣することとなり、真田隊に攻撃を仕掛けた前田勢に続き大阪城南側を攻めますが撤退することとなります。大阪夏の陣では松平忠直勢は真田隊を壊滅させ真田信繁を討ち取るなどの大きな功を挙げることとなります。続いてはかつての徳川四天王の家を見ていきたいと思います。いい家紋の神直孝、いい直政からいい直継、そしていい直孝へ。関ヶ原の戦いからこの15年間は井伊家にとって激動の期間となります。家康の右腕として徳川家を押し上げた直政は関ヶ原の戦いの2年後に亡くなり、長男の直継、後の直勝が継ぎますが重臣たちをまとめ上げることができず、家康は直孝に彦根藩井伊家を継がせることにします。まさにこの大阪冬の陣はその切り替わるタイミングで、この戦いでは井伊軍を直孝が率いて参戦することになり、松平忠直隊と並び大阪城南の正面に布陣することになります。この冬の陣では大阪城の南から攻めますが手痛い敗戦を被っており、家康からは叱責されると思いきや、直政の息子らしくて良いとかえって褒められたと言われています。この大阪冬の陣の後に正式に彦根藩井伊家を継ぐことになり、兄の直継は上野安中藩三万石へ移ることになります。そしてこの直孝は父同様徳川家中でこの後も重責を担っていくこととなります。2世代続いて井伊家当主は切れ者となります。続いては榊原遠江の神安勝、榊原康政から榊原安勝へ。この榊原家にも世代交代があり、この14年で大きな転機を迎えることとなります。長年家康に大きく貢献し徳川家中トップ2まで上り詰めた榊原康政、偉大なる榊原康政は1606年に病死することとなります。この康政の後は三男の安勝が館林藩10万石を継ぐこととなります。三男にして榊原家を継承している理由は、長男忠政は大須賀家を継いでおり、次男忠長はすでに亡くなり、この安勝が当主の座に就くことになります。そして1614年の大阪冬の陣の際は25歳となり、この戦いに参戦することとなります。大阪城東側に布陣することになり、今福の戦いでは佐竹勢を助け豊臣軍を押し返しています。この四天王2世代目である安勝は大阪夏の陣の後に生涯を閉じることとなります。康政の死後、榊原家は不安定な期間が続くこととなります。続いて本田美濃の神忠政、本田出雲の神忠富、本田忠勝から本田忠政忠友へ。徳川家にその人ありと言われた父本田忠勝は家康の重臣として相当の後継度を誇り、徳川家康になくてはならない人物となります。忠勝は関ヶ原の戦い以降は桑名藩主を全うし、この大阪冬の陣の4年前の1610年にこの世を去ることとなります。そしてその前年1609年より家督を継承しており、本田家もこの大阪の陣と関ヶ原の戦いの間に世代交代を迎えることとなります。本田忠友に関しては父が上総大滝から伊勢桑名に違法となった際に上総大滝に5万石を与えられておりまして別家となっています。この大阪冬の陣では忠政忠友はそれぞれ軍を率いて出陣し、忠政は大阪城北側の天神橋付近に布陣し、忠友は今福村近辺に布陣することとなります。また忠友に至っては酒好きがたたり深酒により敗走するという失態を犯すことになり、家康から叱責を受けることとなりまして、その汚名を返上するため大阪夏の陣では最前線で戦い討ち死にすることとなります。続いて酒井宮内太夫家継、酒井左衛門の城忠継から酒井家継へ。この世代交代はすでに完了して相当な月日が経過しており、関東移封前の1588年に忠継から家継に家督継承が行われています。徳川家中には相当数の逸材たちがおり、家継はそれらの存在もありまして、左衛門の城忠継と同じポジションとなっていないことが特徴的です。この1614年時点での石高は上野高崎藩5万石となり、子供の忠勝の代で有名な庄内藩13万8000石の規模を誇ることになり、それはまだ先の話となります。この大阪冬の陣では黒門口の前に布陣することとなります。そして家継は夏の陣にも出陣しますが、天王寺口の戦いで毛利勢に押し込まれ大混乱となり敗走し、家康本陣の守りを手薄にすることとなります。家継は関ヶ原の戦いでも秀忠軍に属しており、戦いで功を挙げることが少ない武将となります。大阪夏の陣より3年後に亡くなることとなり、さらに世代交代が進み酒井忠勝が後を継ぐこととなります。続いては四天王や家格は関係なく側近中の側近となったこの人物、本田貞の神正信、本田光月の助正純。すでに息子の正純は家康の大御所政治を駿府城にて支えておりまして、2世代目が出てきていながらも正信は江戸城で秀忠を支えて政治の表舞台で活躍しています。
江戸初期に親子共に出仕し、共に重役についていた人物はそういないかと思います。この正信は1614年時点で77歳となっており、家康よりも年上となり最後の大仕事となります。そしてこの正信の世代の生まれの家臣たちはほとんどこの世を去っておりまして、渡辺守綱と正信が唯一の生き残りになるかと思われ、くしくもこの二人は共に三河一向一揆で家康に歯向かった二人となりまして、これも何か不思議な縁を感じることができます。そして息子の正純は家康のそばで力をつけていくことになりますが、秀忠の代になると疎まれるようになり、最終的には改易となってしまっています。せっかくなので本多諸家の代替わりと、この大阪冬の陣へ出陣している武将を見ていきましょう。先ほどまでに平八郎家かっこ忠勝家系、八三郎家かっこ正信家系、作左衛門家かっこ成重家系、越前本多家かっこ富政家系は紹介しましたが、その他の本多家の家系となります。本多文後の神安典、本多安重から本多安典へ、本多家随一の価格を誇る文後の神家かっこ彦次郎家も世代交代がかなり進んでいます。この家系は酒井忠次と同世代の本多広隆が広忠家康に仕え、早い段階で三河一国時代に田原城を与えられ、城持ちとなるなど家康の生涯において功績の大きい人物となります。1577年に息子の本多康重に家督を譲り、康重も父同様家康に従い貢献していき、関ヶ原の戦いでは秀忠軍に組み込まれることになります。この豊後の神家も関ヶ原の戦いと大阪冬の陣の間に世代交代が行われており、康重が1611年に亡くなると子供の安典が家督を継承しています。安典については秀忠と同い年ということになります。この1614年時点で三河岡崎藩5万石を治める藩主となります。大阪冬の陣では大阪城北側に布陣し、青谷口の攻撃に参加することになります。そして大阪夏の陣でも武功を挙げることになり、広隆や安重同様家康の下で活躍することになります。続いて本多縫殿助安利、本多忠次から本多安利へ、稲本多家で本多彦八郎家となり、すでに家督自体は1589年に養父忠次から安利に継承されておりますが、忠次はその後1613年まで生きています。この安利は父は酒井忠次となり、先ほどの酒井家継の弟にあたる人物です。この時には三河西尾藩2万石を領しています。この大阪冬の陣では大阪城東側に布陣しています。大阪夏の陣では多くの支給を挙げており、功を挙げることとなります。なお後に後を継ぐ息子の利次もこの大阪の陣には参陣することとなります。安利の死後は息子の利次の代で給料三河西尾藩や伊勢亀山藩に移封となりますが、最終的には是々藩に戻ることになり、明治維新までこの地を治めていくこととなります。続いて本多三夜左衛門正成、本多正信の弟にして槍の名手の正成、三河一向一揆で家康に敵対後に赦免され、しばらく徳川家のために戦場で多くの功を挙げることとなります。その後徳川家を離れ諸家に仕えた後に1596年に帰参することになります。武勇もさることながら兄正信に似て志望にも長けており、大阪冬の陣に参戦することとなります。この時すでに70歳となります。子供たちには先立たれておりまして、この大阪の陣の後に1万石を与えられておりますが、孫の正連が家督を継ぐ際にうち8000石を継ぐこととなり、旗本となっています。子孫は大名に復帰することとなり、老中も輩出する家系となります。続いて石川殿物神忠房、石川康道から石川稲荷へ、かっこ復帰、そして石川忠房へ、あの石川数正のいとこ家系で石川宗家のこの家系もこの大阪冬の陣と関ヶ原の戦いの間に大きな世代交代を迎えることとなります。家老として西三河の旗頭として活躍した石川稲荷は1580年時点で康道に家督を譲っており、その康道も引き続き家康を支えていき、関ヶ原の戦いの後には美濃大垣5万石を与えられることとなります。しかし1607年にその康道が隠居の父家成よりも早く病死してしまいます。康道の子供の忠義は幼く、ここで隠居していた家成が息子の後を継ぎ大垣藩主となっています。しかし家成も2年後の1609年に亡くなり、そして大久保忠隣の子にして家成の孫にあたる忠房が石川家を継ぐという流れに至ります。この忠房は家康の覚えもめでたい人物で、これで石川家も安泰かと思いきや、1614年に父で長きにわたり徳川家に貢献してきた大久保忠隣が改易となってしまいます。これにより蟄居となりますが、家康よりすでに石川家を継いでおり、大久保家の人間ではないということで許され、この大阪冬の陣に参戦することとなります。そしてこの戦いでは大阪城の西側に布陣することとなります。
そして幕老淵砦をめぐる戦いでは忠房は軍勢を率いて出陣し砦陥落の功を挙げています。この忠房はこの大阪の陣の後に九州に6万石で数多い方となっており、西国に目を光らせ幕府において重要な役割を担っていくこととなります。そしてこの忠房から石川家はさらに大きな家系となっていきます。続いてはかつての重臣家系大久保家。この時すでに大久保忠隣、改易、そして流罪、大久保忠元、祖父忠隣に連座、居城記載城で蟄居、大久保彦左衛門忠隆、一戦国で家康旗本。かつて権勢を誇った大久保家は関ヶ原の戦いと大阪冬の陣の間に転換期を迎えています。家康より小田原を任せられた譜代家臣となりますが、2世代目忠隣が1614年に改易となり、着孫で家督を継承している忠元は10年間蟄居することとなりまして、許されるまでの間に起きた大阪の陣には大久保彦左衛門忠隆が槍奉行として参陣することとなります。天下のご意見番と言われるこの忠隆は長きにわたり家康に仕え、家光の代まで活躍することとなります。続いて松平下総守忠明、奥平家から出た新家系奥平松平家の忠明。この人物も新時代のリーダー代表といっても過言ではない人物です。父奥平信政、母亀姫ということで家康の孫にあたる人物です。実家の奥平家にとって1614年から15年は激動の年となります。兄で宇都宮10万石の藩主家政が病のため出陣免除となりますが、開戦直前のタイミングで病死することとなります。またもう一人の兄の忠政も大阪冬の陣の直前に病死してしまっています。この戦いには信政自体も出陣しておらず、兄忠政の加納半平や美濃の軍勢を率いてこの忠明が大阪に乗り込み、大阪城西側に布陣することとなります。その後は講和後の大阪城の堀の埋め立てを担当しています。この大阪の陣での家康の評価はことのほか高く、大阪10万石を与えられ大阪の復興に尽力していくこととなります。また家光の姿勢においても井伊直孝と共に将軍を支えていくこととなります。続いて堺歌の神忠世、父堺重忠は存命中であり、大阪冬の陣では江戸城留守居役を務め、この忠世は歌の神家の代表として秀忠軍として大阪冬の陣に参陣することとなります。重忠はその後の1617年に亡くなり、忠世が堺歌の神家当主として秀忠家光の下で幕政で重きを成していくこととなります。この人物も江戸時代の初期のリーダーとして有名な人物となります。続いて小笠原信濃守忠長、父は小笠原秀政となり、母は松平信康と五徳の間に生まれた娘の徳姫。父秀政はこの大阪冬の陣には出陣しておりません。しかしこの秀政忠長親子は翌年の大阪夏の陣で悲しい最後を迎えることとなります。続いて松平周防の神安重、この安重はこの期間での世代交代には当てはまらず世代ど真ん中となります。この時点では丹波篠山藩5万石を治めています。松井松平家として松平姓を家康より下賜されている家柄で、この大阪冬の陣では大阪城北側の天満橋付近に布陣することとなります。この安重は家康よりの信頼も厚く、豊臣家西国大名対策として築かれた丹波篠山城に入ることになり、京都より西に初めて配置された徳川家臣となります。続いて水野日向の神勝成、徳川家中切手の武勇の持ち主勝成も大阪冬の陣に出陣することとなります。この時41歳で領地は三河刈谷藩3万石となります。息子の水野勝利と共に出陣しておりますが、勝成が活躍するのは大阪夏の陣となります。そしてこの大阪の陣をもって長きにわたり続いた戦乱の世は終結を迎えることになりますが、勝成の戦人生はこれが最後とはなりませんでした。1637年の島原の乱には75歳という年齢でその経験値から出陣することとなり、最終的には1651年まで生きることになります。1650年代で家康と共に戦ったり、家康と戦ったことがあるのはこの水野勝成と真田信幸くらいではないかと思います。続いて岡部内膳の神長森、岡部の苦労人と称された徳川家中でも武芸に秀でていた人物となります。この長森も豊臣家西国大名への対策として丹波亀山に異邦となり、天下武神で亀山城を修築することとなります。大阪冬の陣では大阪城北側に布陣することとなります。この時47歳となり、まだ世代交代というわけではありませんが、息子の信勝も共に大阪冬の陣に参陣しています。続いて光力摂津の神忠房、光力家といえば三河三奉行の一人で仏光力と称された光力清長が有名ですが、清長から数えて三代目となります。なお父政長は祖父清長よりも先にこの世を去ることとなります。
この忠房も大阪冬の陣のタイミングでは31歳となり、世代交代ではなくど真ん中の世代となります。この忠房は島原の乱で荒れた島原の地を任せられることとなり、復興に努めることとなります。また妻には真田信之の娘を迎えています。続いて牧野駿河の神忠成、この牧野家も関ヶ原の戦いから大阪冬の陣の間に世代交代を迎えることとなります。父安成と忠成は1600年の第二次上田合戦では軍令違反を問われ蟄居処分となり、1604年に許されることとなります。許されて以来、忠成が表に立つようになり、1609年の父の死後より大御飯を継ぐこととなります。大阪冬の陣では大阪城東側に布陣することとなり、この時忠成34歳となります。そして後に越後長岡藩に違法となり、その地で子孫は江戸時代を通して生きていくこととなりまして、あの幕末の長岡藩へつながっていくこととなります。続いて上村出羽の神家政、世代交代というよりは復活を果たすことになる上村家の人物。上村家は松寺家の家老を務める譜代の家柄でしたが、紆余曲折いろいろありながら新時代まで繋いでいくこととなります。この家政の祖父が家康に仕え家老を務めた家定、そしてその子供の家継は松平信康に仕えることとなりますが、信康事件後に流浪の身となり、その後に徳川家に帰参することになります。この時地業は500石とかつての姿とは大きく異なる状況となります。そして家継の子供にあたる家政は秀忠に仕えることとなります。そして大阪冬の陣にも出陣することになり、大阪の陣の後には一戦国に加増されることとなります。そして時は過ぎ、家光の治世において大名となり、大和高取藩主の座まで復活することとなります。続いて菅沼織部の神定義、菅沼定光から菅沼定頼へ、そして菅沼定義へ。家康に長く仕えてきた野田菅沼氏も関ヶ原の戦いから大阪冬の陣の間に世代交代が行われています。野田菅沼氏をここまで押し上げた定光は1604年に亡くなり、息子の定頼が継ぎますが、その定頼も翌年の1605年に亡くなることとなります。これにより弟の定義が継ぐこととなります。この時の地業は伊勢長島藩2万石となっています。大阪冬の陣に参陣することとなり、後に近江是々藩、そして丹波亀山藩へ加増違法となっています。ということで今回は大阪冬の陣に出陣した徳川家中を世代交代という角度から紹介させていただきました。この時点では家康と共に三河から始まった破業の皇帝において多くの家臣たちが関ヶ原の戦い前後にこの世を去っており、この大阪冬の陣には各家系は新当主で迎えることとなります。家康の息子一つとっても関ヶ原の戦いの時は秀康、忠義といったような人物たちでしたが、ここに来て義直、頼信といったような婦人に変わったりと時代の変化を感じる点でもあります。徳川四天王と言われた家柄も酒井、左衛門の城家は世代が一つ前なので家継ぐに早めにシフトしておりますが、残り三家も1600年代に次の当主にスイッチすることとなります。そして秀忠、家光を支える家臣たちもこの戦いから登場するなど、世代交代を顕著に感じることができます。また様々な角度で徳川家臣たちや大名たちを紹介できたらと思います。この度は骨場チャンネル最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。